よろしくお願いします。作れるようになったらいいなと、はい、いう感じで今日は。で、キックをやって、同じフェイリアが起きないっていうことは担保されてないのと、前方にケージを置いてきて後方がフェイリアするのなかなかちょっと難しい。個人的にはこういう前後のステージ度でここまで困ったケースはないんで、まあ、こう練習してできてはいるので、あとはご本人次第なところはあると思うんですけど、ちょっとだいぶ、ありがとうございます。取られました。はい、お願いします。はい、取られてます。疲れなくてみたいな。でもやってみないと分かんないっていう感じですね。そうだね。一回つけてみると、はい、MP 屈曲位が取れないわけではなかったので、でもまあ弾力もあるからやればいくけれど、なんとなく全体がモヒャモヒャモヒャってこう雲みたいに見えるやつって。わかんない。はい。一般細菌も出して、細菌性のもの。とりあえずこれぐらい上げれば、まあ、いいかな。どんな時でも患者さんに寄り添うような対応であったりとか、患者さんの話を聞いたり、生活に寄り添ったりとか、まあ、そういうようなこう初心を忘れずに、リハビリができるようにっていうのを心がけています。結構厳しめの安静度になってたので、あ、そうなんです。何もあってなのかもしれないですね。なんかその話の途中で、はい、普通にこう制服して、コルセットみたいな、自分の体がどうなっていくかっていうのは不安だと思うんですけど、やっぱり今回のように丁寧に分かりやすく指導していただけると、やっぱちょっと心も晴れるというか、はい、前向きに取り組めるかなっていうふうに思うので、今日担当していただいてすごい良かったと思います。この柄が太いと脳梗塞とかでちょっとこう指の構築でこう器用に動かせなくなっちゃった人とかだと、結構こういうスプーンとかを使うと食べやすかったりとかして、結構患者さんに持ってったりとか入院中はするんですけど、太ければいいってテストではありますね。意外とこれも重ねますね。なんで入院してる時はちゃんとできてた。退院してからできなくなっちゃう。これぐらい、これ完全にもう私がちょっと前に作ったやつなんですけど。そうなんですか。スプリント。完全に職業病だと思うんですけど、街とかでなんか箸とかスプーンとか使いづらそうな人を見るととか、手を骨折してる人とかを見ると、あ、この人大丈夫かなとか、なんか必要なものないかなとかって思ったりとかはします。はい、ちょっと距離感が違ったな。間違った。これができる、つまめるようになって入れば大丈夫。こういうシーン、力が超発達。ここら辺でだいたいざっくりでもだいたい手関節の2分の1ぐらいまで覆うくらいのやつを作るので、私はいつもこうやっちゃってってるんですけど、うん、によってもちょっと違うかもしれない。広げていくのと、ヨシホジャとエノピックとくらい通りに。今プラス1、あ、そう。1センチぐらいで。また知識や技術の面でも、患者さんに常にこういいものを提供できるように、勉強会に参加したりとか、分からないことがあったらすぐこう調べたりとか、自主勉強っていうところも心がけてやったりしています。よくできるか。
うまくできる。そうで母子をもう母子をやってこれ違う。大体こう半分ぐらいかこっちは空いちゃっていいから。あ、そうそうそう。近すぎるとこ、視線つまみとか、視覆つまみしかできないから、持っとけば、視線つまみでもよりこう、細かいものとかも。ここ、よくどこに、ここにつけます、うん、ありがとうございました。午前はこれでおしまいで、これから、昼食の休みに、1時間ぐらい休みになります。よろしくお願いします。お邪魔しました。入れましょうか。いいよね。入れて。よいしょ。上から歩くの。すごいいいですね。だいぶ歩きよくない。患者さん、人の気持ちに寄り添って、その人の人生がこう明るくなるように手助けする仕事かなとは思います。その人のこの最終的な目標ゴールはどこになるのかっていうのは常に考えていて、その日常生活であったり仕事であったりとか、その人らしく生活できるために何が必要なのかっていうのを考えた上で、患者さんと相談をしてこう、リハビリで何をやるかであったりとか、家に帰るためにどうしたらいいかとか、そういうところを考えるようには心がけていますかね。ありがとうございました。ちょっと開けといてもらったら。外来の方に戻ります。先週ぐらいに入院をして、3、4回目ぐらいかなと思います。はい、高齢な方になると転んだだけでも骨折しちゃうので。足は大丈夫だよ。手が使えないと結構不便で、片手しか使えないってなると早く力を抜いて、カレーを入れて、小学生の時にダウン症とか自閉症とかのお子さんと一緒にこう野外活動、キャンプをしたりとかレクエリエーションをしたりとかっていうような、する一緒に活動する機会があって、その時に、そのようなお子さんって結構一緒にこう関わりたい気持ちはあるけど、こううまく関われなかったりとか、こう周りと同じことがしたいけどできないとかっていうので、こう悲しい思いをしてたり悔しい思いをしてたり、そういう子のこう助けになるような仕事がしたいなっていう思うようになったのがきっかけで、高校生の時に作業療法士っていう、こう仕事を知って、その作業療法士っていうのがちょっと苦手なところであったりとか、むしろこう得意なところをこう伸ばすっていうようなリハビリをやっているっていうところを知って、それがきっかけで作業療法士っていうところを目指すようになりました。はい。お、またげるかな。お、すごいすごいすごい。普段の働きぶりというか印象というか。はい、そうですね、本当彼女は整形と小児をねしっかりこう、学んで、学びを深めたいという思いがね結構ある子なので、自分の目的、目標に向かって、しっかりですね、学びを深めてもらえたらなと思ってます。はい、今後も同期として一緒に頑張っていきたいので、たくさん学んで休憩の時は楽しいお話をして頑張っていきましょう。これからカルテを書いて
で今日の業務はそれでおしまいになります。一日こうカメラが回っていることが初めてだったので、まあ、ちょっと緊張しましたけど、でもいいものが、はい、撮れたのではないかと思っています。編集お願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。作業療法の特にスペシャリストになりたいなっていうふうには思っていて、整形の外来と小児を担当しているんですけど、整形の分野だとこう装具スプリントを作成することがあったりとか、スプーンが使いやすくなるようにこう工夫された食器とか、なんかそういう自助具とかっていうんですけど、なんかそういうのの、まあ、自分で作ったりとか、まあ、提案したりとか、そういうのがこうできるようになりたいなっていうところと、まあ、小児の分野だとこう園とかその学校とか、まあ療育の施設とかに行ってリハビリのアドバイスっていうか、その子の生活のアドバイスをしたりとか、まあ、地域に根ざしたようなリハビリができるようになれたらいいなと思っています。天職を見つけたよっていうのは伝えたいですね。本当に天職だと思っていて、誰かのためになりたいっていう気持ちが結構こうずっと小学校中学校高校であったので、ようやくこう働く中で誰かの人のためになるっていう仕事ができてるよっていうのは伝えたいですね。